を時を小児現状の首相なりと山岳すべし休憩すべし、このまず子が生まれるっていうねことの道理をよく知らなきゃいけないっていうんだ。いや、その点考えてみると確かに子が生まれるっていうのは不思議です。で、子が生まれるっていうことによってね、初めて産んだ方が親になる、で生まれた方が子供になる。だからね、親のこと変化するのでないかってね、あのここに書いてある、その生理の時心身変化するか、ね、親のこと並ぶ。つまりね、親が子を産むことによってこの親となることでもあるけれど、また子供によって初めて親になるからね、そうするとかえって親が子である道理もあるね。これがいわばこの親となるを小児現状と山岳するのみならんや、この親の異なる時を小児現状の首相なりと山岳すべし。これは微妙なね、あの不思議な話だ。これ今ちょうどね、鶏と卵とどっちが先かってね、いうのまあ子供の頃から言うじゃない。確かにね、鶏は卵から出てくる、卵はちょっと鶏から出てくる、どっちが先だ、あれどっちが先とも言えないじゃない。事実情報からこう出てくるんだからね。でそれでどっちが先かっていう答え、これはまあこの間あのカチャセンターでも話した、鶏にとっては卵が先だ、卵にとっては鶏が先だ、でそして生命っていうのはそうしたものなのだ、こうやってそういう答えを出さなきゃ、答えがだから決して平面的でない、一面的でない、両面的であり立体的だ。でつまりね、小児現状一つの事実、それにを分けてそのこっちが親、こっちが子供を引き出すんだ。そういうふうに人間の、人間の分別が先じゃないんだから、大体生命の実物が先なんだ、小児現状っていうね、生命の実物が先なんだ、そして産んだ方が親、生まれた方が子供ってこうある、それから後に人間の頭が分けた。でそのそういう大切なのは小児現状という実物をよく見る。その点ね、親と子だけじゃないですよ、私と他人というのもそう、大体私にとってあたあた他人とこう言うけど、しかしあた自身にとって私って他人だと、私と他人にとってね、これどっちが先かって、これの鶏と卵の関係と同じだ。で私と他人とって言ったように、彼も分かったように言うけど、本当はそうじゃない、私とから見れば他人、他人から見、他人のあなたから見れば私が他人と、こういうふうにそういう相手、生命っていうのはそれひっくるめたもので、生命っていうものはそういうものなのだ、こういう結論出さない。それでたった一つの事態ですね、生命の実物っていう事態、それを二つに分けて私とあなたとこう分けて、その通りだね。だから決して一方通行じゃない。
両面的な立体思考そういう深さを探求しなきゃ、それが性に性に現状の探求です。これはまあ修行と消化の問題でもある。座禅するっていうと、その座禅したところにあの仏さんの姿が現状する。座禅という修行が仏という消化をそのまんま、それで座禅してあのなんとか悟ろうって別口に考えるでしょ。そうじゃない、座禅するってそれが仏や、仏っていう消化はそこにある。で仏っていう姿を今座禅する、こういうことなの。消化と修行とそういうもん、たった一つの実物に、それを修行と消化っていうことね、二つに我々の分別する頭が分別した。実物は修行と消化とってそんな二つに分かれていない。そういう座禅をしなきゃならない。あれみんなそうじゃない。なんとか座禅して、こうして一発いいとこをバーンと当ててやりたいって。そういうね、競馬みたいな座禅ですか。で、それでね、だから、あのこの三水橋の巻の次に、ホッケ天ボッケやって。やろうと思って、ホッケ天ボッケの前にはね、こういうことが出てた。おおよそホッケの時は必ず不祥にしろなり、ホッケの時にはね、不祥にしろ、そのお父さんが若い、そして子供は年取った、そのクラスを今座禅するっていうね、今この話だからまだ若いじゃない。ところがそこでもって出てきた子供はっていうのは実情の仏だ。だから不祥にしろ、そしてこの子にあらざるにはあらず、父の父にあらざるにはあらず、まさに子はろうなり、父は小なりとなろうべし。生命っていうのはそういうもん、生命の実物っていうのはそういうもんだとはっきり言われたよね。で、まあ、これはあの非常に有水な話だ。しかしながらあのそんなに向こう側の話じゃなくて、今こう事実やれはや、やる、そういう簡単な話だ。座禅する、そこに仏、ご飯の実情の仏はそこにあの現状してるんだとかね。でこれ考えで言うと初めから分けちゃって、この修行と消化とか初めから分けて、そして修行して何とか消化へ行こうとするか、それはもうどうしてもなかなか到達できない話になっちゃう。そうじゃない、実物って言った、それが一枚で、まあそういう道理はまたホッケ天ボッケの前でお話しするとしてだ、今はねそのさっきのその言った我々の今の具体的な身近な問題ね、そのつまり殴られる教師、殺される親の話をこれに当てはめて考えてみたいと思うんだけどね、この大体さっき言ったようにその全てが自己人格で、そしてあらゆる組織とか権威とかってね、そういうものはこのかっちり決まったものがあるもんじゃないんだって話、セザン・ジョウ・ウンポのとこやったわけだと。それでね、結局そういうあらゆる権威によらず、まっさらなところで自己人格義というね、いう自由運転するのが大切って言ったんですよね。この小に現状っていうね、この道理と思い合わせると
この人工人海 D の運転の狙いがもうちょっとはっきりすると思うんですね。というのはね、今子供と親とってね、親が子を産むって言ってね、親はどこまでも親である、子はどこまでも子だと、子を持っている、これは一方通行だ。そうじゃない、この一方通行だと思えばこそ、これ中高の道っていうのね、それをもって権威を重ねて、そして親が威張ってきたわけ。そしてその権威がご破産になると、親が、その急に育児がなくなっちゃってさ、頼りない父ちゃんになっちゃうの。で結局そのそれじゃあ親はどうして子供に対してどういうところで親であるべきかって考えた ところでな、戦後の親は結局は豊かな生活だからね。そうすると、まあ、子供に不自由させないで学校だけは人並みに出してやるんだ、それだけが唯一の目標になったんだな、結局ね。そしてまあ親は子供が欲しがるものを、つまり欲望を満たしてやることが自由にできさえすれば、解消のあるいい父ちゃんと、こう そのくらいに考えた、お粗末な頭それでそういうその頭で考えた親の資格ね、そこが問題だと思う。ところがね、そういう観念で育てられた子供のね、育ち上がったところの子供の、なんていうかな、考え方のね、論理が、これらのおそらく誰も気づいていないと思うが、私はその点もう早いからね、そういう子供として育ったそれでね、そういう子供の論理をね、このちょっと皆さんにお話ししますとはね、大体ね、その一口には甘えてるっていう子供ですよ、その甘えの論理だ大体私は本当に一生まあ甘ったれた男だけど、おふくろが私が中学からもうちょっと大きく なってきた頃よく言ったね、お前はその依頼心が強いってね。ところが私、依頼心というのはどういうことかわからなかった、全くわからない、どこが依頼心が強いのかわからない。それで言いながら結局運数になってね、で沢木老師に言われて初めて分かったね、お前何でも人に言いつけるってその人にこう何かちょっとこれやってくれってこうすぐ簡単に言いつけるっていうかね、こうそういうことじゃいけないって言われて、なるほど、これがおふくろの言う依頼心が強いっていうことかって分かってくる。この依頼心の強いっていう子供がね、私はまあそんな子供だったが、結局それにはそれなりの論理がというのはどういうことかっていうと、大体ね、親が自分を愛してくれるっていうのは、俺が欲望満足するっていうことを喜ぶ、親がね、欲しいものがあったらそれを買ってくれって言うと買ってくれる、そうするとまあ、ああよかった、これ持っておおもちゃならおもちゃ持って遊ぶじゃない、そうすると親はあよかったと思うんじゃない、要するに子供の欲望を満足させることを親は喜ぶ。でまあ小さいうちはそれで、しかしながら大きくなってくると今度それじゃ間に合わなくなってくる、
ちゃいけませんよとこういうね。ホストだ、もし自分の欲望を満足されすることを許さないようなら、その親は俺を本当に愛してくれていないからじゃないかってこういうことだね。それでそんなことが大体あっていいもんかって、あのよく考えてみろ。親はね、俺の欲望を満足することの犠牲になって、そして初めて親は俺を愛してくれてる。だからね、まあ今この大きくなって、その嫁さん持って子供をまた愛していいかってやってる、そうすると年取った親っていうのもこの余計なんだから、俺の欲望を少しでも満足させるためには親は全く余計なんだ。まあ老人ホームじゃないそういう論理ね、当然出てくる。いやこれみんなそういうあれじゃそうだと思うじゃない。それね、はっきり私みたいに言うやつはあんまりいないと思う。しかしながら子供の論、根本的な子供の論理がそれなの。そしてそう、それがこう子供の気持ちの奥にそういう論理があって、それによって行動してるんだからね。それに対して親ならその論理はどこが間違ってるってね、はっきり指摘できないようできるかっていうの、事実皆さん考えてください。 その子供の論理を、ここが間違ってるってね、指摘できるんだろうって聞いて、全く指摘できないんだから、どうせ子供はね満足に育つはずがないって私は思うんだね。で、そして今やそういう、今度はまあ子供が、また子供を育てる時代になってんだからね、育ち損ないの子供がまた育ち損ないの子供を育てているっていう時代になってんだから、これまあどうせ次の時代はまあめちゃめちゃな時代になると思う。でまあそれはそれでいいよ、私はもうどうせ死んでくるから好きなようにやってほしい。しかしね、今のようなそういうなんていうかな、子供の論理をこうしっかり植え付けちゃうようなね、そういう教育していて果たしていいのかどうか。でこれね、それがそういう時、そういう問題を今その青山常運法、関野弥生人のとこからこう光を当ててみると、そうするとこういうことになるんだね。結局ね、関野弥生人というのは今言ったように本府省の親が本府省の子供を産むっていうことなんだ。そして本府省の子供を育てるっていうこと、その本府省っていうのはどういうことかっていうと、消滅ね、あるいは男女、自分他人をこういうふうに、そういうのが二つにみんな分かれてるでしょ。これは本府省じゃない、そうじゃない、一切分離以前というのが、これは本府省。言ったように、たった小人現状っていう、たった一つの生命の実物を
子供が生まれてるっていうね、このたった一つの生命の実物を片っぽは親、片っぽは子供ってこう分けたからね。それその分かれる以前の生命の実物からこう照らしてみたで、自分と他人とってこれを分かれる以前、でつまりね、たった一つの生命の実物が親となり子となり、あるいは自分となり他人となり、でその大切なのはね、その、たった一つの生命の実物、それをその深さに向かうということだ。で本当の親が子に対する愛っていうのは何かっていうと、そういう深さを教えるってことでなきゃなんないんだ。自分と他人と別れる以前の生命の実物、親と子と別れる以前の生命の実物ね、男と女と別れる以前の生命の実物、そういうところが我々の狙いどこだっていうことを教えるね、これがね、大切なことですよ。いや、そういう男と女、生と滅、義と他、なんて言って別れる以前の実物を教えるっていうと随分難しい、ね、そんな理屈子供に言ってみてもと思うかもしれない。そうじゃない、俺そういう理屈言ったってしょうがない。結局は親の生きる姿勢だ。要するに他人に対する俺のエゴって、そんなものを持ってから後の話じゃない。そうじゃない、他人と私と物好きの分かれる以前のあったかい気持ちだ。結局は一口に砕いて言えばあったかい気持ちでもってその人に対し出会う親と子とっていうのはあったかい気持ち、それを親がいつもそういう気持ちを持って生きている、その姿勢が子供に移さない。それがね、親人が子に対する愛ですよ。なね、エゴイズムの欲望満足させるためっていうから、これはもうどうせ別れた後の話だもんね。どうせだろう、いや親が捨てられちゃうのは当たり前、いや親は捨てられるのは捨てられたって構わない。しかしながらね、親も捨てるような子供っていうのは人間としてどうせでき損ないには違いない。そして社会人としてもでき損ない。でそうじゃない、親も一切主情のうちなんだ、どうせ親も大事にしない。だから昔のように親だからって言ってね、威張っていいもんじゃない、威張って済むもんじゃないよ。だから子供は親の面倒見るのは当然の権利ですよ。昔はそう言えたけど今は言えない。子供は親の面倒見なくてもいいって言うんだからね。で、そうじゃない、もっとそういう法律やなんかね、ほらぐるぐる変わるの、これ生産上運法で、そういう全て変わる以前のこの情運法の情とはね、本当に情って言ったらどっちを転んでも自己義理の自己、一切その男と女、自分と他人、生と滅とって分かれる以前の自己、そういう自己の生命を生きるっていう姿勢を子供に本当に植え付けなきゃ、これはね、子供を愛したことにならないんだってことね。
いや今からじゃ遅いって思った人ずいぶんいると思うけど、しかし狙いは狙いだ。でだからね、赤女夜生に本府省の赤女、本府省の子を産むってことね。でまあ今私が あれしたのはあれですね、青山上雲と敵の野生にっていうのね、そういうこうただ言葉の解釈言ったっていいわけじゃないからね、一つの具体的な今の我々のその具体的な問題を例にとって話したの、この具体的な例っていうとそれだけかと思うと大違い。これはね、青山上雲と敵の野生にっていうのはその何その子どもの教育だけの話じゃない、すべてがそう。で今、一つそういう問題に光を当ててお話したわけね。でこれはね、山水経ってのはお経なんだからね、お経なんだから、このお経を読むことによってどこまでもこう自己を深めていくことが大切だ。でそれからその次ね、雲門狂心大師曰く東山水上湖、この道元上の修士は初山は東山なり、一切の東山は水上湖なり、このゆえに九山迷路等の現状せり首相せり、これを東山という。しかあれども雲門以下でか東山の日に骨髄師匠格形に到達ならん。今現在大宗国にずさんの矢から一類あり、今は軍をなせる正日の激不能なるところなり、彼らいわく今の東山水上高の和および南仙の蓮諏訪のごときは無理へはなり、その意志はもろもろの燃料に変われる語話は仏祖の禅話にあらず、無理へはこれ仏祖の語話なり、軽がゆえに大幕の行房および臨在の枯渇、これら理へ及びがたく燃料に変われず、これを陳朝未合以前の醍醐とするなり、天徳の方便多く葛藤断句を用いるというは無理えない、格のごとく言うやから、かつて未だ少子を見ず三学元なし、言うに足らざる障害しない、僧の近く二三百年よりこの方格のごとくのまし六軍特使王子哀れむべし仏祖の大道の廃するなり、これらが諸言なお症状証文に及ばず下道よりも愚かなり、俗にあらず僧にあらず人にあらず天にあらず学物道の畜生よりも愚かなり、徳子が言う無理へは何時のみ無理へなり、仏祖はしかあらず何時に理へせられざればとて仏祖の理へ路を参学せざるべからず、たとえ必教無理へなるべくば何時が今言う理へも当たるべから、鹿の時の類総長の処方に応し目の当たり検問せしところなり、哀れむべしこれら燃料の語はなることを知らず、極のあぐ彼ら燃料の極なることを知らず、極の燃料を到達することを知らず、在僧の時彼らを笑おうに彼ら諸人なし無をなりしのみなり、彼らが今の無理へのだけなるのみなり、誰か何人に押し入る天心の師範なしといえども次年の下道圏なり、知るべしこの東山水上高は仏祖の骨髄なり、諸水は東山の客下に現状せり、このゆえに諸山雲に乗り天を歩む諸水の朝礼は諸山なり、工場寺にへの運法
共に水上なり、諸男の客船よく諸水を行こし、諸水を適出せしめるゆえに、分歩七十八号なり、首相即踏むなり、またこの、ここは、あれですね、雲門長身大師や鉱山水上湖、これはね、宋や宋と、通って言えば、いかなるかこれ、諸仏出身のところってね、仏さんはどこから出てきてるんですかって言ったら、唐山水上湖、まあ、雲門大師が答えた。それで、今読んだところは、この唐山水上湖のこの、今までの話は山の山丘だった。これから水の山丘になるわけだよ。この水の山丘、道元禅師のあっちからもこっちからもその言われる、それ以前の前提としてね、この東南水上湖っていうのはこの、それは初めからわけのわかんない話、わけのわかんないからありがたいっていうそういうあの、俺シナにもこの当時いたんだね。それじゃダメだ、そうじゃない、この本当に東山水上湖は東山水上湖としての道理がある、 仏法としての道理がある、その仏法としての道理を本当にその理解しなきゃダメだっていう、そういうとためには話をするわけですよね。このあのだから今この今読んだところの段は、その水上湖の話入る前の前提の話、この道元上の修士は初段は東山なり、一切の東山は水上湖なり、これね、初段っていうまあ山っていろいろある、しかしながらこの初段はね、ただあのその辺にある山だけじゃない、これ自己一切人海ってことだ。で一切人海、それを今初段、そして それは東山だ、東山って言っても何か東山だ、つまりね、東西南北の東の話だ。で、大体東西南北っていうのもいい加減なもんでね、この、どこがっていうのが東で、どこが西だ、それは分からないの。今、ここにいればこそこっちが東、こっちが西っていうけどね、例えば、あの宇宙に出てっちゃってさ、で、どこが東、どこが西って、はい。どこが上、これどこが下って、これもない。つまりね、自己人海なんて、どっちに向かっても、この、東っては全部東。西っては全部西。上っては全部上。下っては全部下。これ、この自己人海っていうね。で、一切東山は水上湖。この人海は水上の上歩いてる、そのまたこの水っていうんだって、これ自己人海だ、ね、しかしながらこの水上だからこう流れてるんでね、これが孔っていう限り、これは今宇治の巻に当てはめて言えば自己人海、ジジイのこれは水上湖だ。山と水っていうのは自己人海に入ってる。だけど湖っていうのはジジイだ。この故に九段迷路等の現状線の迷路っていうのはね、あの迷路線っていうのは趣味線のことで、でその趣味線を取り巻いてある世界ね、それを総称して九段、こ
それだからやっぱり自己人格のこと、現状せり、主張せり、これを通さんという、だからその水上光っていう事実をね、現状し主張している。しかあれども運もいかでか、鉱山の皮肉骨髄主張格形に到達ならん、まあ、これ運も大師が鉱山水上光って言われたんだけれど、果たしてその運も大師はこの鉱山全体を、ね、主張し格形の自由を得ているであろうかということ、道元禅師は もっとそれを根本的に洗い立てて話されようとしてるわけなんです。今大現在大宋国にずさんの輩が一流や、これをずさんってのはお粗末な、お粗末な仲間や、仲間が今は軍をなせ、正日の撃不能なるところなり、少数の真実者じゃとても撃退できなくなっている。彼らは今の鉱山水上光の和および南線の伝説話のごときは無理へはなり、の今の鉱山水上光の話やね、それから南線の伝説話っていうのはね、その地州南線不眼前一日山にあって寒するに、そうあって過ぎて死にと、南線の何のところに向かってかさるとね、ほんま南線を和尚が寒をするために鎌持って山で寒してたんだね。そこへ一人の僧が通りかかって、そしてその南線の方へ行く道は どっち行ったらいいかって聞いた。そしたら死伝説を念起していなくて、鎌をねこうあれして、この伝説三十文銭をもて売得せって、俺三十銭で買ったって言ったのね。そしたらそういわく、某伝説三十文銭に変えることを問わず、南線の何のところに向かってかさる。ああこの和尚もうもろくしてんだな、うん、今俺が言ってるのはその玉の値段じゃないね、南線の方へ行く道を聞いてんだ、ね、そしたら C は我今取得するにまさに林ってね、これなかなかよく切れるって言ったんですよ。これもね、それなぜか、ね、どういう道理からそんな問答その出てくるのかって言ってね、ちょっと道理がつかめない、そういうんでね、そういうのは無理えわってね、理屈のないところの話っていうのね、その意思はもろもろの燃料に変われるごわは仏祖のごわにあらず、禅門としてはね、道理がわかるような話は本当のね仏祖のごわじゃないと、無理えはこれ仏祖のごわな、我々の分別判断で理解されないような話こそ本当のその仏祖の話だ、こういう言葉だ。かるがゆえに大幕の業務および臨在の枯渇、これら理へ及びがたく念慮に変わらず、これを陳朝未亡以前の醍醐とするなり。大幕はその行幸というのの棒をでもって人を運水の町にぶん殴った、それから臨在はカーッと言ってね、これは怖い、それでそのこれも理屈じゃない、これだからあれこそこの本当の、燃料には変わらない、でこれこそ陳朝未亡以前の醍醐、あらゆる兆しの現れる以前、
思いや言葉に上る以前の台路だとするわけだからね。結局今私が言ったあそこに消滅難尿自他というね、一切分離以前の話っていうのを言ったけど、その一切分離以前のところが仏祖の語話の大切なところだ。だから今の東山水上法の案、それから南禅の蓮子案、あるいは大幕の行合も、臨済の暴括、あの告発も、そういう種類のもんだとこういうね、わからないところがいいところだっていう、そういうのを無理やらだ、こういうところが、これが問題なんだね。の例えばね、この私、まあ、昭和16年に沢木老師のところで坊主になって、それで16、17年の頃はね、大中寺というところにいたんだけど、その時にもうたくさんの110人の人が、大きな寺だったし、初めは110人もやってきて接心した。そしてそうするとね、あの110人もいると、あのこう おかしなことが時々出てくるわけだね。こうご飯食べて一服してる時に、その、あの大十字っていうのは枕返しの間っていうのがあったけどね、その枕返しの間が、あのここが本尊さんがそこにいるとすると、ここでもってこうみんな座るんですよね。そうすると枕返しの間ってこういう間なんです。これよりもっと大きな本堂だけどね、座るのに夜座禅しての夜座になって座禅してると、そうしたらその枕返しの間からね、ふぅふぅってね、大きな響きが聞こえてきた。要するにそこで夜のご飯食べて、そこで一服してる間に、その頃の早稲田の学生だったけど、それがちょっとこう横になって寝ちゃった。そして宿が始まった時に、これカンカンってね、みんな座禅してるのに、それに気が、あの目が覚めないで、そのまんま宿が入ってる。その宿の頃になってか、まあ、熟睡して、それこそ大きないびきになったわけですね。こうしたら沢木老師がね、これよりこれの何相場もある大きなあの本堂だけど、ここでもってバカッつってね、こうしてのね、ありがてーって、まあ、マイクつけないんですよマイクつけなくても沢木老師の声はね、その本堂がぐらぐら揺れるぐらい大きな声、こうしてそしたら風水和尚、細谷法然さんっていう人、法王師に出てきて枕返しの前にパシンパシンってそしてその最後者も「あらだね」って言ったんだけど、ふうさんはその自分の部屋連れて、まあこのここで今晩はしばらくしいらって、そして変わってやったんだね。そしてまあそれでもってよ、沢木老師がワンワンって怒鳴ったおかげで、その晩の座がみんなシュッそれこそもう身動きもしないで、それこそ新山へ行ったような、あのあれだった。そしてあとに咲いてたのに、あれはもう共作よりよく聞くって、それは共作でバランバランやってるより沢木老師の怒鳴った声の方がよく聞くそれでみんなそれこそ真剣になって座禅した。だからね、そういう点は、そういう暴活っていうね、本当にその座禅が座禅になるっていうような座禅をさせる時もあるわけだ。しかしながらそれがね、それだけが
本当と思うと、これがまた間違う。あの時の気分をもういっぺんに味わいたい。そしてね、あの時の境涯にどうしてもなれないって言って残念にしてですよね。これね、全くそうだとすると、その棒あの、棒活も全く見当外れになる。これやっぱりその棒活でもってハッとするようなね、それがいい、決していいことじゃない。これ一切分離以前であることは確かですよ。しかしながら、その何か突発的なこのガーッとこう、例えばあの戦争中爆弾が起こってくるんで、ダーンとバーンってね言うような時、私残念してましたけどね、静岡に行った時ね、それはこれ浮いた気分じゃないですよ。残念でした。まあ私あの時もね、あのあれだ、あのそこの中央寺っていう寺に、あのそこの中央寺の補助さん、こっちや、あれ来て、僕は入る入るって言ったけどね、もうどうせあれだからだし、残念して一遍死んでみたいと思ってそして本当に残念してたんだね。そしたらもう何あんなところにね、その爆弾を落とさなくてもいいのに、あのアメリカ人間違えたんだねそれでそのついそばのところに飛行場がある、近くにね。しかしその飛行場から相当離れてるんで、その村へ落とさなくてもいいの、その間違えてあの池を落としちゃうんだね。池を飛行場だと思ったんじゃないあれバンバン落として、それでもう ガラスが、まあ、の割れるしね、それでベリベリしてた。あの時もね、シェーッとこれで、ね、空本気になってザーネしただけどね、それが本当の座禅ってもんじゃない。これ、その、そういう爆弾の起こってくるときは爆弾の起こってくる。しかしな、大切なのはね、爆弾が起こっていないときでも座禅っていうのが、ね、そこが大切だもん。で、いつもそういう刺激を求めちゃいけない。何ちっても残念して、凶作が回らなくちゃ残念の気分にならない。これじゃもう刺激追求だ。で、なんとか、この、叩かれてハッとしましたって。女ね、サイダーやラムネ入り飲んで、ゲップが出たよ。そんな残念しちゃダメだ。大切なのはやっぱり本当に仏法のあり方っていうの。我々人間ちゃったね、そういう道理を考える頭あることあるんだ。だからその道理をの筋合いをよく分かって、そうして一切分離以前というところで座るわけ。頭手放しでね、この刺激的に刺激されて一切分離以前というのは座るじゃダメだ。どうせそれはそのガーッてくりゃそのその時頭手放しですよね。何も考えてもね。しかし大切なのは平和な当たり前の時にも頭手放し、そう鏡見渡すというところが大切。そういうところを、そういう点から言ったら、我々頭がある限り、その頭でもって仏法の道理もよく知って、そして変わらないとダメ。これあれなんですね、私がまず反対にいた頃、ちょうどヒッピーたちがワンサと日本にやってくる時代だった。そしてアメリカ人が全然全然やってきたもんね。まあトムさんもその続きだけど、俺でももう10年以上経っちゃった。その間ね、このアメリカ人たちに座禅、もう私は言葉何も通じない。しかしながらただ座るって座禅してる。ほんとやってきたやつもただ座らせちゃう。あと一生懸命座る。し
かせながら、俺が座禅っていうのはいいもん、言葉じゃない。座りゃもうこれなくしても座禅だからね。それでまああのたくさんのあれが入れ替わり立ち替わりずらっといたわけだけれどね、の一人の人がずっと続いているっていうためにはね、何年でも座禅を続ける。私が言う少なくとも黙って10年座るって、その黙って10年座るためにはやっぱり仏法っていうもののあり方が十分その納得がいって、俺の人生として座禅は本当に座らなきゃダメだって分かってからじゃなくちゃ本当に長続きしないです。それでね、私はそういう点をすぐちゃんと方針の立つ男だ。俺人間と座禅、あ、人間とテキスト、それが私の根本方針。今後の偉大大切なのはね、座禅の指導をするための座禅したこともあるって言われて、そんな盆栽いくら作ったってしょうがない。座禅し抜いて座禅の隅から隅まで知ってるような盆栽ね、こういうこの機関車みたいなたくさんの人間に引っ張っていくような機関車みたいな盆栽を人を作らなきゃいけない。それとまたそのテキストを作って誰にでも分かるような仏法ってものはどういうもんか、座禅ってものはどういうもんか、はっきり納得のいくようなテキストを作ろう。で、人とテキストっていうのは私のその時から立てた方針だ。大概あれすると普通の盆栽そうじゃない、人がちょっと集まる、あ、この座禅堂じゃ狭すぎて建て替えようとさ、すぐ建物を考える。私は建物なんかどうでもいい、建物なんか何しろあんたちなんかの本堂はその真ん中の部屋よりもっと小さい、もっと小さい、それの3分の2ぐらいの本堂に俺は白十人座ったことあるからね。それほど押すな押すな。そしたらちゃんと金くれる人がいるもん。そしてこれで増築しなさいと、私が増築するなんてのはちょっと思いつかない。ところが増築したその点でね、金とか建物なんかは付随でいい。大切なのはまずやって、そして人間ができて、そしてテキストがあれば、これテキストだから、その点は私の話はね、普通の盆栽は仏教の話でも禅の話でも仏教用語、禅語を使わなきゃ一つも喋れない。これじゃ外人には通用しないんです。それ私は私の体内を通して、だから禅語でも仏教用語でも私の体内を通して、そして本当に私が生み出した私の言葉で喋る。そうすればまた日本語なら日本人にすぐ通じる。そしてこれをまた英語に訳しゃ英語にも、その英語国民にも通じるんじゃない。それが私の目標できてる。それでね、だからただねハッとするような話だけならそんなこといらない、テキストなんかいらない。だけどハッとするようなこう話だけじゃね、事実外人もそんなに座らないもん、座何年でもってやつはいないもん。いたのはまあ今トムさん一人ぐらいになっちゃったわね。その点妙なもん。これで今だからそのテキストをあれですね、トムさんが小白さんにまあ次々と訳してもらって、そしてこれから座禅っていうのをその世界中に広めようっていうのか、だからね
そう簡単に座禅っていうのはそういうの外国に行くもんじゃないです。今このなんとか戦争商人みたいにね、あの、商人が全所全金をちょっと方々行っちゃってるけど、あんなのはまあ危ぶみたいな。本当のっつったらそれこそ何十年何百年かけて仕事しよう、そういう私のやりたいことはで、まずそんなに慌てない、ゆっくりゆっくり。それで今のだから妄活でことが済むとっちゃないで、これら理恵及びがたく念慮に変われず、これを珍重以前の醍醐とするなりと、そんな簡単なもんでない。先徳の方便多く葛藤断苦を用いるというは無理えない。いや、その先徳の方便としてね、葛藤っていうのはまあクズとか富士とかとかね、クズってやつもあれよく伸びるね。このアメリカ人があのネバダ州かどっかね、あの不毛のところへあの日本のクズ持って植えたところが、これが繁茂しちゃって、まあものすごい繁茂で、でこれあの高圧線の鉄塔まで倒すし、大きなあの建物までみんなこう倒しちゃうっていうクズがね、それで大統領の命令で大統領が出てくるから、それでこのクズ会議なんとかしなきゃあんないっていうね、この前新聞出たね。で富士も大変だけど、クズちゃんはクズってはクズ湯のクズかと思って、品がいいものかと思って、どう違う、そういう複雑に絡み合ってるものを一挙に断ち切る一句、それが無理へ。格のごとく言うやから、今だかつて少子を見ず三学園なし、言うに足らざる障害子が、障害子の害っていうのは犬の子の小さくてバカなことで、騒動近く2、300年よりこの方格のごとくのまし六軍特使王子、六軍陸っていうのは無道品の代表なんだ。で大概をあの仏教でもっていろんなね戒律ができたのは、そのいろんな悪いことをね六軍陸っていうのがやってみせたもんだから、それではその度ごとにお釈迦さんが戒律を作った。それで特使王子、特使っていうのは食うために出家したやつ、坊さんね、こうしてりゃ食えるって言って頭剃ってるやつがいるもん、そういうのは同心持って坊主してんじゃないから、あの頭が生えたって特使、憐れむべし仏祖の大道の拝するなり、これらが諸言、なお症状証文に及ばず下道よりも愚かな、俗にあらず僧にあらず人にあらず天にあらず学仏道の畜生よりも愚かな。徳氏が言う無理恵は何時のみ無理恵なり、あのどうにも思いも寄せられないからって言ってたね、その仏祖の理恵道がないわけだ、そこを参学しなきゃ、たとえ一挙を無理恵になるべきは何時が今言う理恵も当たるべからを、先徳は無理へ、どうせ一切文字以前だからね。しかし、その人を無理へなるべくば、何時が今言う家も当たるべから、そういう究極の人の無理へ、それはお前の言う家も当たっちゃいないんだ。鹿の時のために早朝の諸法に押し、目の当たり天文せしたことなり、哀れみなし、彼は免除の極なることに、極の免除を放脱することを知らず、結局人間がね、こういう理性を持って、分別判断を持っているっていう、そのこと自身なら、極なんだね、人間性霊の真実を、の自己表現の極。我々の人間理性を持っている、
この理性っていうのはね、取り去ったんじゃ人間の真実は出てこない。人間としての真実っていう限りは人間理性それぐるみ、人間理性それぐるみの一切分離で、そこまでいかなきゃダメだ。いやだからこれもね、平面的な答えじゃダメなんだ。人間理性はダメだ、分別はダメだって言っちゃダメだ。分別それぐるみの分別を超えた一切分離であるのに無分別までか。で、僕の燃料を到達することをしやす。ほら、だから人間生命の真実の自己表現としての僕は普通の余地面格をはるかに超えてるってことを知らなきゃ。で、外装の時体を洗おうに、まあ、彼が処置なし、あのそう言ってどの意味で得られたけど、それに対して彼らは何も述べることはなかったって。無をなりしのみ、彼らが今の無理への邪気なるのみなり、誰か何時に教える天心の師範なしといえども、本当のね、真実を教える師匠がいなくても、そうだからといって疑念の下道圏なり、結局疑念の下道圏というのは、生来野蛮のままの下道圏だ。でしたら、知るべしこの東山水上港は仏祖の骨髄になる。祖水は東山の客観に現状する。この家に所願雲に乗り天を歩む。祖水は祖水の町名は所願なり、工場陸への行は共に水上なり。まあ、そこからは知るべしからはこの次にしたい。Thank you.